おはようございます。今山の中にいます。今日も滝を探しに行っていて、今日は船津の鳴滝っていうとこを探しに下見に行ってるんですけど、まあ正直調べてた以上に道がなくて、またこの道を行くのは嫌だなって思って、途中ですけどカメラを回し始めました。こういう道を登って行ってます。沢に降りることができたので、沢を登りながら登っていって、でまたダメだったら山の中かき分けて行こうと思います。いやー、よいしょ。にしても暑い、とんでもないところです。マジでなんか調べたところではめちゃくちゃすごい滝って書いてあって、どう行こうかな。 すごい。おお、雲。期待してるんですけど、よいしょ。なんかここの水量とか見てたら、あー無理じゃんこれ。くーそー、ほんまにそんなすごい滝なんかなってちょっと怪しくなってきました。うわー、いけるっちゃいけるけど、もうマジでさっきからずっとこんな感じです。よいしょ、あ、いけるな。よいしょ。いやー、いって、そう、マジでこの滝を見つけた人はどうやって見つけたんや。水がなくなったし、どういうこと？いて、俺マジで、あ、でも音は聞こえる。こんなとこで死んだら、僕多分一生近く、いた。見つけてもらえなさそう。なんでここで止まってるんやろ、水が。よいしょ。くそー、くそー。お、おー、あー、でかいでかいでかい。お、滝。でもこれじゃねえな、下の滝かなこれは。すげえ、あるな。いや、なんか事前に調べてた情報だと、下の滝とかは倒木が多くて悲惨なことになってるって書いてたから、多分ここが下の滝ですね。長かった。うわっ、あー、やってもた。あー、あー、でもよかった、片足だけで。片足チャポンしました。無理、そこやねんけどな。おぶね、ここやねんけど、どうやっていけんやろこれ。入ってくしかないんか。こうか。ああ、
おいしょ。おいしょ。あー、疲れた。疲れた。あー、よし。あー、あー、うわ、すげえ。倒木、苔だらけじゃん。はあ、ああ、きつ。よかった、早めにカメラ回しといて。これはもういかんぞ、マジで。あー、音が聞こえる。でもしょぼいザー、しょぼいザー。何やしょぼいザーって。よいしょ。あー、なんだこりゃ。おお、すげえな、なんかもう折れへんかな。え、これも滝か。はい、何の滝じゃろう。真下の滝、真っ暗。ああ、はよ帰りたい。でもここまで来たらもう行くしかねえよな。うわ、すげえ。よいしょ。マジですげえ。逆に倒木がなかったら掘れんな、こんなとこ。いや、すごくないっすか。ああ、もうわからん。というわけで登ってまいりましたが、これ以上先は倒木激しすぎワロリンヌです。あまり残念ながら船津の鳴る滝、下の滝は見ることができましたが、なんかひどすぎてもう登れんです。これ以上先の進行は素人の僕にはちょっと厳しいと思って、今回はこれでやめたいと思います。これはマジでおすすめしません。多分あとちょっとだと思うんですけど、でも、もうなんか、いける気がしません。もしも、船津の鳴る滝行ったことがある人、ぜひ僕を連れて行ってください。はい。こんな感じでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。悔しかったです。無理です。おしまいです。いや、帰り道やっぱすごいですね。帰るのも一苦労です。全然レベルが違うかった今までのと。